はい、こんにちは。はい、イブ実況をまた始めていきたいと思います。前回の続きからです。ドン。前回これ1時間14分も絶対プレイしてないんだけどな。まあいいや、行きます。はいはい、確か前回はあれだね、あの猫のところ、猫トトロのとこから来たところです。でちょっと、あ、ここ録画しとけばよかった。こいつ唾吐きやがってね。あ、これ踏めばダメージなの。ちょっと気持ち悪いな。でここで回復したんですけど、回復したらこんなことです。はい、天満一掛けの植物。ふん、双葉が生えている。ゼンマイ仕掛け、なんかギミックありそうだね。はい、アンバランスな箱。ほう、なんかいまいちわかんねえな。欠けた箱みたいな、なんだろうこれ。忘れた頃に、あ、なんかすごいピンときちゃったかもしれない。これもしかしてなんか、何？猛心注意、猛唇注意。なんだろうこれ。これ忘れた頃にきっとあれだ。ちょっとこれ意味深な、これ。絶対あれだ、一休さんだ。一休さんでしょ。違ったー。はい。回してみる。いいのかなこれね。はい、ただあれだよね、絶対あれだと思ったんだよな。これ橋歩くなんだと思ったんだよな。けど手出てこないから、え、これもう唇やってみていいのこれ。はい、こんにちは。うわー、バカじゃねえの。女の子にかじりつくとかバカじゃねえのこれ。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。あれでしょ、絶対下通っちゃいけないやつだ。わあ、くしゅみ、これ気持ち悪いだよね。絶対通っちゃいけないよね。やってみたいけどやっちゃいけないやつ。はい、嘘つきたちの部屋。あ、まあ本当のこと言ってるやつ探せってことね。はい、あー、はい、白い服が言っていることは本当だよ。じゃあ白じゃない人が本当ってことね。はい。B の2、そこが正しい場所だよ。B の2じゃない。F の6でもない。覚えきれるかこれ。本当のこと言ってのは緑の服だけだよ。それも嘘。でもまずこれを読めってことじゃないの。仲間はぜが一人、あ、一人本当のこと言ってんのね。はい。C の5こそ本当に正しい場所よ。なんだっけ、白い服がいてることは本当だよ。で、これが正しい場所。これが本当だとしても、こいつが本当だとしても、こいつが本当だとした場合、こいつも本当のこと言ってることになっちゃうから、こいつとこいつは絶対嘘。で、黄色の服に同意。で、うん、じゃあこれも嘘。赤、黄、白は嘘。赤、黄、白は嘘。緑の服だけだよ。ってことは、こいつが本当なわけないから、こいつだ。B の2、OK。だよね、多分。緑のことが正しい。緑のが正しかったら、こいつも言ってることが正しくなっちゃうから、どっちも嘘。ってことは、茶色だ。こいつだ。B の2こそ正しい場所だ。おし、任せろ。いいの2だね。はい。はい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 。ここ。おい。探してみろ。おーし。よーし。まあこれで、すげえ音した。まあこれで僕がね、美術に成長して、成長だって。
ああ、精通してるってことがね。何これ？え？うわあ、本当のこと言ったからやられちゃったの？嘘つきー。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 ああ。せっかくさ、俺がさ、なんかね、こう頭がいいところをね、美術に精通してるところを見せられたと思ったのに、こんなことになるなんて。一旦セーブ。後味悪いな。で、なんだって？はい。はい。ゼンマイ巻いたよ。つぼみのようなものがある。あれか、青いやつ。取れんのかな、これ。違う。もっとやらなきゃいけないんだ。もっとやらなきゃいけない。けれども、行くところあとある？これ。こことか違うか。え、なんなんこれ。この悪趣味さん、ちょっとお話ししようか、君。それだけ？あ！え？え？今偶然だよ。全然狙ってないんだけど。え、なになに？どういう仕掛けだったの？え、わからないまま終わっちゃった。え、なんなわけ？まあいいや。青色の実がなっている。青い実。やっぱり一休さんじゃん。忘れた頃に。これまだあるかな。入っていない。うわー、あと二つしかない。いけるかな。唇さん、実取ってきたよ。きっとそうだよね。あんたこれ欲しいんだよね。はい、あげる。おお、やった。気持ち悪。くぐったけども、うわ、何これ、何これ。調べても何もない、何もない。これどっかで落ちてくる、どっかで落ちてくるよね、これ。どっかで落ちてくるよね。ああ、やっぱりー、こういうことね。何この申し訳程度のアクションゲームみたいな感じ。違った。ディスプレイの汚れだった。何もね。何？はい。いぶき。この子漢字読めないんじゃねえのか。いぶきは読めんのか。あれ？ここ入れる？何これ？何これ？青い何か木かな？これ。木を見てるなんか怪しい人。あれ？なんかね、これあれ。なんでもない。体力なさすぎて怖いなぁ。うわぁ、なんか動かないでね、この大きいの。もよ。何これ。渦巻きも、あ、渦巻きじゃねえな、なんだろう。赤もしかしてこっちじゃ。あうんの呼吸ですね。心の傷。うわ、めっちゃ物理的な傷じゃん。赤い服の女。ああ、ちょい。怖すぎんだろ、これ。はい。ゲッツ。ちょ、やばい。怖い。何これ。タバコを吸う。心の音。お、心音。怖いけどこいつバカだな。
よし。なに？はい。何しおり？楽しい？いや、楽しいけどさ、怖いよ。あ、これ色ついてあるところか。これだ。多分緑。キャンバスの中の。ここの女性はすぐに人のものを欲しがる。目をつけられると大変、うん、である。何しろ彼女たちは自分が満足するまで、うん、に追いかけてくるからである。どこまでもどこまでも。弱点があるとすれば、彼女たちは自分で扉を開けることができないことだ。さっきの人のことか？そうなのね。大変危険であるか。で、満足するまで永遠に追いかけてくるからかな。なるほどね。ああ、怖っ。動く絵本。作、絵。ふん。ゆっくりさんとガレット・デ・ロワ。クレヨンで描かれた絵本のようだ。読むしかねえべ。うわぁ。ゆっくりさんとガレット・デ・ロワ。誕生日おめでとう。ありがとう。今日はあなたのためにガレットでロアを作ったのね。お菓子かな。何それ。プリンの中にプリンが入ってて、食べたプリンの中にガラゴリになったらその人は幸せになるのよ。うふんでしょ。じゃあ切り分けるよ。いただきます。もくもく。あ、何か硬いものを飲み込んじゃった。ゆっくりさん、小さいから大丈夫よ。片付けてくるね。どうしたの？書斎の国知らない？うおう。あ、コインがある。確か、あららららららら、あららららら、ら、嫌な予感、嫌な予感、嫌な予感。そう、こいつよ、包丁よ、怖いのは。いや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 。え？ガチャッつった、今開いたの？もしかしてこれ。うわー、後味悪ー。後味悪ー。世界の美術館。はい。個人的には、十和田現代美術館好きですね。あと青森県立美術館のね、あれがいい。青森県立美術館の最初に飾ってる大きい絵、すごく好き。あー、よし、回復。あー、後味悪いけど、今回は、ここまで。じゃあねー。